ナイス DTM ボーカル&キーボーディストのキックンです。今回のオゾンの使い方マスタリングシリーズはスペクトラルシェイパーというのをお伝えしたいと思います。このスペクトラルシェイパーね、これなんですけれども、まずこれを見たときに、そもそもこれが何なんだっていう風にね、イメージがつきにくい方いると思うんですけれども、要するに言うと、あの耳障りな成分とかちょっといらないなと思う帯域を、あのものすごく自然に問題解決をしてくれるっていう、すごい素晴らしい、機能なんですね。で、じゃあ例えばそれであればね、前にお伝えしたマルチバンドコンプレッサーとか、ダイナミック EQ とかそういったものでもできるんじゃないかっていうことはあるんですけれども、確かに効果としては似てるんですよ。指定した帯域を、うまい具合に抑えてくれるっていう点においては、似たような同じなんですけれども、このスペクトラルシェイパーはアルゴリズムが違うために、本当に自然に耳障りな部分だけをですね、程よく、微調整して抑えることができるっていう素晴らしい機能。じゃあ実際に、ね、画面と音で、見ていきましょう。ではまずですね、ここ見てください。今曲を再生すると、俺はその敷居板がありますよね。これ自分で幅を、どの幅に問題があるかっていうのをここで指定します。でソロボタンを押すと、ここだけを聞くことができるんです。つまり言うと、自分が問題があるなと思う帯域をここで設定してあげればいいんですよ。どこに問題があるのかなって決める。そしたら次にどうするかっていうと、このスレッショルド、これを下げれば下げるほど、この抑える効果は高まっていく。ほら、わかりますか？前にやったコンプレッサーと同じですよね。スレッショルドで、この範囲指定をする。ほら、そうするとゲインリダクションといって、これだけ押さえつけてますよっていうのがこの青いゲージで、表示されるということです。でそして、このライト、ミディアム、ヘビー、これはかかり方の強さですね。ライトが一番自然なんですけど、ヘビーにすると一番、激しくかかるというところ。そして、このトーンっていうのは表情ですね。ニュアンスの違い、そのかかり方の、削る、どこを削るかっていうニュアンスの違いで、アタックもこれもあのコンプレッサーと同じ原理ですね。早ければ早いほどすぐにこのように反応するんですけど、遅いとほら、本当に必要なところだけでゆっくりかかるっていう感じですね。まあ、これは曲のテンポとか、硬い音色をいかに使っているかといったところによって決めていく必要がありますね。そしてリリースも同じですね。このスレッショルドで決めた範囲よりも、この音量が落ちた時に、この削るというね、このゲインリダクションをやめる時のスピードですね。これ早くすればするほど、ほらすぐに戻るんですけれども、これ長い状態にすると、ほらもうなかなか削るのをやめてくれないっていう状態になるので、それは曲とかケースバイケースなので、その状況に応じてチェックしましょう。では実際にどのように作業していくか、作業でやっていきたいと思います。じゃあ例えばこの曲を聴いた時に、一回これスレッショルド何も反応しない状態、例えばどこに問題があるか、耳障りなところを探してください。ソロボタンで聴くと、例えばですよ、これもちろん低音にもあの使うことできるんですけれども、例えばこのあたり、このシュワシュワシュワって鳴ってるところだとしましょうか。今回はこのふわふわふわって鳴ってるところ、例えばこのあたりがちょっと耳障りだなって思った場合ですよ。でそんな場合は、ここを指定しましたと。そしたらスレッショルドを下げていく。でちょっと、押さえつけられてますよね。で変化が分かりにくいという場合は、このボタン、リッスンボタン、これ最高なんですよ。これ押すことによって、この今削られてる部分だけがこう再生されるんですよ。例えば削んないとこういう状態、ちょっとずつ下げると、ほらこれだったら全部ですよね。なのでどの部分を削りたいのかっていうのが分かるんですよね。ほらで例えばここでトーンを変えてもそうですよね。今どこの部分を削っているのかっていうのが、トーン、あ、なるほどと、トーンは下にすると高音部分を削る、アルゴリズムなんだなっていうのが分かりますよね。上にすると中域で、ここで削りたいのはちょっと中域のこのシュワシュワいってる部分削りたいと思ったらね、このあたりですかね。でそしてアタック、これも早くすればするほど、ほら反応が早いのが分かりますよね。遅くするとほらたまにしかかからない。でここでのポイントは、うわうわうわってくるこのうわ の一番とんがってるところだけをカットしたいなと思ったので、アタックを調整してこういう感じ、
なってきてるとか、こういうところ耳障りだなと例えば思った場合はこういう感じにすると。そしてリリース、これも、遅くすると常にこのように押さえてるような状態になるんですけど、これちょっと押さえすぎだなと思うことであればちょっと下にする。そうするとたまにしかうわってきませんよね。そうってことで、今この鳴ってるうわっシュワッシュワって鳴ってるこの部分が押さえつけている、対象になってるわけですね。ヘビーにするとより分かりやすいですよね。わざとヘビーにしましょうか、分かりやすくするために。でそしてリッスンを解除すると、実際にこの成分がカットされた音になってるわけです。じゃあこれを、試しにスレッショルドがマイナス20の状態と全くゼロの状態で聞き比べてみましょうか。これが押さえてる状態、ちょっと違和感ありますよね。これがノーマル状態、ほら明らかに。でもちょっと今思ったのが、20だとかなりやりすぎちゃってますよね。音が嫌な感じでなんか逆に不安定でなんか気持ち悪い音になってしまいました。そういう場合はどうすればいいかというと、ミディアムかライトにこの、アルゴリズムを変えてですね、そして、かなり削ってる状態で幅も広いんですよ、ここが。だからちょっとターゲットの層を狭くする、この辺りかなってする。そうするとほら、ない状態と圧縮した状態比べると、このシャカシャカした部分のみが出てるの分かりますか。この状態と、いい状態。でもさすがに20まで抑えると結構シュワシュワした逆に変な音になってしまっているので、ここではアタックをもうちょっと遅めにして、リリースももうちょっと早めにしましょう。すぐに引っ込んでくれるような状態。そうするとこういう部分、この本当に飛び抜けすぎた部分だけみたいな、こんな感じかな。むしろ待機も手にするとどうでしょう。これで聞いてみると自然ですね。この状態とこの状態、オンオフにするとちょっと耳障りの部分が抑えられるっていう感じですね。でもちろん低音にすると、例えば低音のこのゴモゴモしてる部分のやたらこう音量が上下するなって思うところも指定すると、あ、こういう音なんだなと。でリッスンにするとこの部分いらないなと思ったら、こういう風にして、こうまあ押さえる。で違いを比べる、本当に微妙な違いなんですけれども、これはいわゆるそうですね、お掃除で言ったらホコリ取りみたいな感じですね。なんかこの帯域のこの辺りなんかゴワゴワするんだよな、うん、とはいえでも EQ とかあのダイナミック EQ とかコンプレッサーでやるとなんかかりすぎてしまってちょっと微妙なんだよなって言った時に、本当にちょっとだけこのライトとかにして、この帯域を狙って少しだけかける、この成分だけとか、ことによってそこの不要な耳障りな部分を抑えてくれるということですね。ちょっと今ね、中域とか低域とか様々なパターンでお伝えしましたけれども、曲とかね、ほんとケースバイケースなので、状況によって正解はないものなので、ぜひね、試してみて、すっきりしたサウンドをね、ちょっと作ってみてください。あともちろん MS モードもあるので、そちらも活用してみてください。例えばね、両サイドの部分の、ところだけちょっと耳障りだなっていったところがあった場合は、このサイドの部分だけを指定して、サイドの部分ですよね、そこだけをちょっと押さえてどうなのかといったところっていうのをチェックすると、また、違った世界が見えてくると思いますよってことですね。僕のチャンネルでは有料のメンバーシップ動画もありますので、そちらにも合わせてお楽しみください。ナイスティティームキックンでした。ありがとうございました。